花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾由郎でございます。金曜日の12時ということでですね、金尾由郎の音楽魂、今日も楽しくやってまいりましょう。秋晴れのすがすがしい、お天気になってきましたけれどもですね、松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。桜田武さん、よろしくお願いしますね。今日のハミングバードじゃん。ハミングバードね、ようやく手に入れまして、このハチドリの、ハチドリ、それやっぱりあれですか、音ね、僕らは憧れでしたよね。そうですね、もうこれ憧れのギターですよね、うん、初めてですね、手に入れたのは。ほんとちょっと音聞かせてよ。もうまた違うよね、音の出方がね、ハミングバードね、それどっちが好きなの？割とアコースティックの方があれでしょ、基本的には。うん、そうですね、もう最近エレキあんま弾かないですもんね。うん、ほぼほぼアコースティックが多いですよね。そう、フルアコとかね、フルアコかもうアコか。うん、レスポールなんて年に一度持つか持たないかぐらいですかね。うん、なるほどね。エレキはほとんどやんないですね。いや、僕らの頃はね、そういうギターっていうか買えなくて、はいはい、本当にね、ヤマハの1万8000円とかのギターを買ったのが僕最初ですよ。僕も最初はヤマハのあれですよ、FG301 ですよ、フォークギターですね。そうそう、 FG、 それだって FG で 3万円ぐらいでしょ。そうで、僕はだって、それでもその当時は伊豆山真由美さんもFG 180とか、180、最初のやつはなかなかね、使って名機と言われてましたからね。ねえ、買えなかったからね。ですよね。でも時が経ってね、みんなエレキギターだったら、まあ、フェンダーとかギブソンとか普通のようにね、子供たちが持ってるわけじゃないですか。はがいいよね。はがいい。でもほら、フェンダーはちゃんとほらね、子供たち向けにというか、フェンダージャパンでこう割と手に入りやすくなったじゃないですか。あ、なるほどね。僕らの時、高校生の時、フェンダーのストラットが26万ぐらいだったかな。そうでしょ、うん、レスポールも27、8万だったんですかね。ストラットが24万ぐらいだったかな。買えないものね。買えないですね。もう高校生の時はもうギブソン・フェンダーなんかもう夢のまた夢。そうでしょ、せめてフェルナンデスとかね。そうそう、僕はグレコとか、アリア・プロ2とか使ってましたけど、なんかね、グヤトーンとか、グヤトーンとか ね、うん、そういう時代に生まれた私たちはもう年でしょうかって。ということでね、今日金玉楽しくやってまいりましょう。はい、早速なんか、ファックスが、ファックス来てますか、ね。僕の方が今届きましたか。これからご紹介しましょうか。金尾由郎さん投げ銭 FM 音中ということでですね、皆様こんにちは、暖かいですねっていう、今日は本当にね、暖かい、暖かいですね、今日はね。これチャーリー佐藤さんからいただきます、はい。あ、チャーリー佐藤さん、昨日お誕生日ね、おめでとうございます。ハッピーバースデー、ハロウィンでね、おめでとうございます、はい。ということでですね、昨日は、西新井大使の湯から焼肉屋、そして焼き鳥屋とランチキ騒ぎをした私。いや、誕生日だからね、ランチキ騒ぎしますよね。ランチキの件数がなんか多いですね、さすがにね。やっぱり温泉から、銭湯っていうかね、西新井大使の湯から、焼肉屋、それで焼き鳥屋まで行くね、すごいね、はしごですね。しばらくはおとなしくランチ騒ぎは控えようと誓った次第でありますというねことが書いてありますけどもですね、次のランチ騒ぎ予定は11月20日でありましょうかって。20日といえば、いや、20日誕生日の僕のね、ね、カナオさんのバースデー、カナオさん覚悟しておいてくださいというねことでね、ランチ騒ぎね、いつまでできることやろうとか思いますけどもですね、リクエストは、気候に合わせて日の当たる坂道であります。
ゆったりとお願いします。ゆったりと。じゃあ今日バラードでいきますか。バラード。今日1万円投げ銭来てますね。ありがとうございます。ランチ期騒ぎしすぎたあの佐藤さんでありましょうか。これちょっと、携帯のあれかな。どうしました。いや。これマナーモードはどうしてるの？今更ですけど。今更本番入ってから。本番失礼しました。これちょっと本番入ってますね。ね、ということで、はい、日の当たる坂道か。日の当たる？うん、日の当たる坂道行きましょうか。行きますか？今日はなんかちょうどいい気候になりましたけどもですね。じゃあ、佐藤さんのリクエストにお答えしましょう。日の当たる坂道。
はい、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしまして、日の当たる坂道というね、あれですけども、これちょっと今歌いながらこのファックス見てたんですけども、令和1年11月1日全部1111というね、1が揃いました。めでたしめでたし、1111です。気がつかなかった ね、 スタートにはなんとふさわしい、ふさわしいというね、今日の、金玉でございますけどもですね、今日お客様もねいらして、はい、あのね、田崎ママが、田崎ママ、はい、突然びっくりしちゃった僕、ね、どうもどうも、あのお元気でしょうか。ありがとうございます。ねえ、いつもおしゃれでね、どうですかね、うん、突然元気だよね。でもね、ねえ、よく来れたねママ、はい、ねえ、いやなんかよく来られましたねって一人で、ねえ、お楽しみいただきたいと思います今日もね。はい、ちょっと寝不足気味ですけど、はい、ということで、松下さんの方からファックスご紹介しましょうか。ミキさんからいただきました。博多のミキさん、はい、いつもありがとう、ありがとうございます、うん、皆さんこんにちは、うん、ハロウィンで騒いでる姿がまたも報道されてますけど、あ、ハロウィン、それより台風や、豪雨で被災した方や首里城のケアや、うん、首里城 ね復旧のことにお金を使ってほしいと思った金曜日です。そうなの、ね、あの警備をするのに1億円なんだってね、うん、なんだっけ、渋谷のハロウィン、あ、なるほど、うん、それのことを言ってると思いますけどね。なるほど、警備に1億かかるんだよね、大概にしとけって言うから ね、 ね、ハロウィンってだって俺もね、浄土真宗はあんまり関係ない。ハロウィン子供の頃なかったですよね僕らの子供の頃、ね、いや僕らの頃もなかったよ、ね、ただ俺ちょうどこの時期に4年前にイギリスにいたのよ、はいはい、ハロウィン、イギリスハロウィンの時期だった。ああ、そうだそうだ。でイギリスのハロウィンっていうのはまたね、違うよね、ね、おしゃれね、うん、メイクとかもね、ただやっぱこう様になるというかさ、うん、それもあるよね、うん、ただ子供たちがああいう格好してあの家を回ってね、お菓子もらう、お菓子くれないとなんかいたずらしちゃうぞとかそういうやつでしょ。そう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 、ね、そういう世界なんだけども、なんかでもね、僕はどうもあんまりそこでランチ騒ぎっていうのはね、あれ渋谷なんでしょうね、あれがなんで渋谷がそうなったんだろう。渋谷っていうか今どこの町も野毛もすごい盛り上がってるし、でも機動隊が行くほどじゃない、まあそれはないけど、そこまではないけど、まあ、町がそれでも活性化するっていうのはいいかもしれないけど、あまり行き過ぎるとね、まあ、機動隊とか出るようなんじゃちょっと、そう、それに1億円っていうのはびっくりしてましたけどね、うん、ねえ、先週の、はい、先週の久しぶりの金玉に続き、うん、今週も金玉ですね、はいはいはい、今日もリラックスした独特の空気を楽しみますね、独特の空気、さてお昼時に合わないかもしれませんが、うん、オイラが大好きな知り合いのミュージシャン、うん、しかも福岡出身で同い年のギタリストが、うん、余命半年と医者から宣告されたそうです。うん、本人はさほど気にしておりませんけど、やっぱりショックでしたね。同い年で病気でこの世から、卒業した友達もいますし、うん、もうそういう年なんでしょうが、改めて日々を大切に生きる、後悔なしに生きることが大事なんだなって感じています、うん、せめて今日は今日でとりあえず悔いはないって思える日々を送りたいものですね、うん、皆様も日々やりきって楽しんでくださいね、うん、リクエストかなおさん You、うん、としみさん上海クラブ上海だけどいつも通り何でも OK です。上海クラブ桜田さんは今晩のオイラの出身大学も近い穴場でのライブも楽しんでくださいね。 あ、 そうですね、ありがとうございます。オイラは日曜日にあった石井寛司さんのライブの余韻を味わいつつ、明日の2月以来の工事大内との再会が楽しみです。石井寛司さんもね、うん、この番組に、いらしていただきました。この間ちょっと連絡があってね、またちょっと来たいようなね、話でね、寛ちゃん面白いよね。浩二大志くんもそうですよね。あ、今日ライブだったんですね。はい、そうです、今日大塚の穴場っていうところで、ですね、今日そうなんだ、はい、桜田君と、塚作、はい、塚さんと一緒です、ね、はいはい、ということでね、頑張っていただきたいと思いますけども、まあやっぱりそのなかなか僕らの年代になるとやっぱりこう体調壊したりね、先に旅立ってしまったりとかっていう話もたくさんありますけどもですね、今日ねやっぱりこう
一生懸命生きるっていうことが大切かもしれませんね、というふうに最近つくづく思いますけどもですね、何浸透してんの？あ、俺悪かった、なんか変なこと言った。いや、そんなことない。なんかごそごそなんか探ってたから。ゆる上海クラブ探してた。いやいや、上海クラブはね、また今度カナオさんが上海クラブ探してるから、あれと思っちゃった。上海クラブとかあった？あります。一回だけあった。いや、それじゃないよ。それ途中でしょ。イントロぐらいの、あ、2枚になってんの？そうだそうだ。あ、そうなんだ、うん、ちゃんとした楽譜もお持ちしましたけど、私が分からない。あ、分からない。私が忘れてるっていう歌詞をね。どうします、あの松下君、じゃあいつも歌わない曲やってみようか。ピッ、あ、うん、あ、あの昔ロッド・シュワードと誰だっけ、ギターのジェフ・ベックね。ジェフ・ベックね。あれとはね、またちょっとあの、ピープル・ゲット・レディ。これはあれでしょ、これね、シュンちゃんの、菊田俊介さんの日本語訳を書いて、菊田俊介さんの、さんっていうか、俊ちゃんの詩が好きで、これいい詩だねって、俊ちゃん誰が書いたのって言ったら、俺って言うからさ、これいいよ日本語バージョンって言って割とこれ直訳に近いかな。そう、内容でもね、日本語でまとめるのすごい難しいと思うんだけど、すごくね、まとめてるんですよ、私は羨ましいな、この詩書けてと思って、その時ね、いいな、純ちゃんこの詩とか言って、でそれいつかね、なんか機会があれば、私も歌いたいなと思って、思ってた。で、桜田さんに相談して、え、これやるのとか言われたので、じゃあやろうか。やってみます、はい、うん、ちょっとやってみましょう。どんな感じかね、やりましょう。 People get ready。列車が来るよ、みんな一緒に乗り込もう。信じるだけで汽笛が響く、何もいらない、神様ありがとう。夜団へ行こう、いろんな街でみんなを乗せて、信じるだけで扉が開く、たくさん愛した君は報われる。松下俊美が歌いました People Get Ready。 よかった、菊田俊介さんのね、あれになりましたけどね。いい詩でしょ。いいよね、これでもね、難しいと思うよ。難しいよね、やっぱ日本語に変えると。日本語も英語もそうなんだけど、その歌詞をどう伝えるかとか、ちょっと字余りっぽくなっちゃったりするじゃない、だから自分の中でこう
ここはこう歌うとか、こう強弱をつけるっていうの、日本語にね。そうすると、なんかこう、英語と同じような感じに伝わると思うんだよね。だから結構難しいと思うよね。こうシンプルな曲ほど難しいんだよね。難しい。だから、淡々としてるじゃない。ね、で、ここに、こう、例えば、こう、ジェフ・ベックのギターがね、あの PV はかっこいいもんだけどね。かっこいいよね。かっこよすぎる。 でもロト・シュアートなんていうのは、もうやっぱりこう、もう散々そういうことをやり尽くしてる人じゃん。だからその歌を伝える力なんていうのはもう出来上がっちゃってるから、ギター一本でもいいんだけど、僕らはね、なかなかそれをね、意識してないと伝わってこないんだよね、歌が。日本語の、ね、つくづく最近そう思うんだけど、なんかいつまでたってもね、僕もなんか伝えることができなくてね。そんなことない。カナダさんは大丈夫です。いやいやいや、あれなんですけどもですね、難しいよね、歌を。でもカナダさんの言葉っていうのは前にやっぱ出てくるから、こう。そうですね、カナダさんは日本語バンバン、ね、出てきますよね。最初の頃ずっと頭にこびりついてたことがあって、初めてライブを見た時にカナさんの、なんだっけなこの歌、なんだっけなっていうぐらいこびりついてって、離れなかったことがありますから、そんだけやっぱ歌ってる、年数歌ってるってことはそういうなことなんだろうなっていう。いや、なんかね、僕ね、前にこの番組っていうか、最初の頃はラジオ始めた頃に金田明さん、特命ジュークボックスの中のコーナーだったんだけど、明さんが、まあ明さんって寺内武さんのとこの、まあ何人かいる、ボーカリストのうちの一人なの。でね、明さんが、いや、なんかね、俺夜中に目が覚めて、なんかこう、歌詞がね、頭に、離れないと頭から、誰の歌かなと思ったら、夜中にトイレで目が覚めるじゃん、そしたらその今ならまだ間に合うそれがね、離れなかったとか言われるから、ね、あれは離れないかもね。あれはね、ドア頭がすごいよね。今日お前はそういうことありましたけどね。そう、じゃあミキさんのリクエストにねお答えしましょう。 You、はい、
はい、カナメシロユーっていうね、曲をお届けしましたけどもですね、割れんばかりの拍手をいただく割れんばかりのね、ということでですね、今日は金玉というね、感じでやっておりますが、今日ファックス他に来てないの決めるとか来てないですね。こういう形でね、今日も、楽しくやっていきましょう。なんでしょうね、いつもこうやってこう やらせていただいてね、あ、なんかメールが来てる、それ来てない、今というか、ね、まあ台本もなく行き当たりばったりのあの、ね、台本があるとダメだと思う、緊張しちゃって そうですね、台本通りには多分行かないでしょ、きっとね。うーん、だって加納さんの場合さ、セットリストでさ、の通りに行かないもんね、ライブも大体途中で変わるよ るよねライブお客さんの子を見ながら、あ、ちょっとあれやろうとか言ってね、あ、その雰囲気はね、それすごいけど、周りは結構大変かも順番にしてるからあたふたあたふたしちゃうけど、まあ覚えりゃいいんですけどね、そうすいませんね、まだ覚えきれてないけど、ライブでもそうだから、後ろの方でゴソ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 こうやってやってるのが分かる。いやでもね、生放送っていうかね、ライブと同じなんだけども、まあ途中でほら、ファックスとか来てリクエスト来るじゃないですか、そうすると前もって Q シート出せないのよね、そうですよね、曲を決めとくわけいかないじゃんそうですね、それはそれはそうだ、リクエストがあるからね、結構難しいんだよね、まあそうですよね、1日だけやったよ俺、12年前の1回目だけだからちょっとその当時山田さんっていうね、方がいらして、山田さんちょっと難しいなって言って、こうできないんだけどつって、生放送中に来るじゃん、ちょっとこれ無理ですよねって言って、本当はちょっと面倒くさかっただけの話だけどじゃあこういう業務も全部自分でこう一人で全部やってらっしゃった、昔は後出し Q シートでしょ、後でこう書いて、そうでしょうね、あんまりやってなかったやってたかもしれないけど、まあなんかプープー電話が、ということでね、松下さんの告知があるんじゃないですか。あ、そうですね、それちょっと告知はね、自分のいいんですか。いいですよ。11月9日え、ちょっとはっきり言いましょう、11月9日、はいはいはい、ちょっとすいませんが、私ことで、私と桜田さんと、一緒ですけど、南林間ハイダウェイで、ライブをやらせていただきます。ほうほうほう、高知屋、カツオ祭りと言いまして、高知屋カツ、カツオ祭り、はい、出演藤子ボーカル、藤田藤子、はい、はい、藤子、うん、藤子、松下俊美、桜田武史、小野秀夫ドラム、ベース土地原裕二、ほうほうほう、それからギター青木勝さんっていうのかな、翔くんなのかな、はいはい、でやります。ほうほうほう、もし近くで本当に暇な人来てください。11月9日南林間、林間土曜日、土曜日だったね、はいはい、もうすぐですよね。そうそう、もうすぐだね、ドキドキきますね、もうすぐで、あと1週間ちょいです ね、うん、まだリハも、ね、だからやってない、まあ、頑張ってね、いただきたい。来週の8日が金曜日だね。そうですね、8日金曜日でリエリー金平さん、はい、リーちゃんが今度来ますが、僕は8日からもう須賀が行くのよ。そうなんですね、いないんですよ、9日はね、8日に行って、はい、ちょっと顔出して、はい、金曜ライブあたりに、で9日松明明、ちょっと松明明ね、見たかったんですよ、だけどちょうど10日はね、須賀川久しぶりにね、ぷかぷかでねやらせていただきます。10日ですね、11月10日、あと11日が、スティングっていうね、郡山 あのまだオープンしてないのよ。あ、そうなんですか、うん、だからそのオープンにっていうことで、その郡山のスティングっていうところでね、まあ詳細はね、だからそれ出てなくて宣伝なかなかできないんだけど11日にやることは決定ですって連絡来ます。11日にやることはまあ一応決定してるんですけど、なんかジャズカフェ、ジャズライブ、そうなんだ、ジャズバーみたいなとこかもしれないですよね。まあ、郡山の、まあ、いつもね、たまにやってくれるバンドのメンバー、アッキーとかね、イコちゃんとか、はい、そこら辺でね、はい、一緒にやらせていただきます。あと、さっきいい、もう一個だけ、あ、さっきね、菊田俊介さんの歌を歌ったんだけど、明日、荻窪のルースターで
ライブをやりますので、ぜひ皆さん来てください。本店の方で、はい。それは誰のライブですか？タミーブルースプロジェクトって言って、うん、CD を出して、まあ、レコ発というかツアーをやってるんですけど、それは菊田俊介さんのライブの話ですね。そうです、はい、うん、はっきりそれ言いましょうね。だから先ほど歌った菊田俊介のっていう、はいはいはい、よろしくどうぞ。ブルースプロジェクトって言って、あのタミーさんの CD 発売ツアー、そうですね、ツアー、はいはい、タミさん女性がいるんだけど、僕お会いしたことないんですけど。僕はお会いしたことありますね。本当、うん、だいぶ前だけど、原宿のラドンナに見に行って。あ、そうなんだ。あ、そう、そんな感じで明日行きます。あ、そうなんだ。明日は私も行きます。あ、そうかそうか。ね、夜名古からなんか来るお客様いるみたいな。あ、そうなの。ちょっとご挨拶に行ってきます。そういうことか。頑張っていただきたいと思いますね。加納さんもぜひいらしてくださいって俊介さんからメールいただきましたけど、お仕事なんでしょうか。ちょっと、明日ちょっとね、あんで、はい、ちょっと書かないといけ、すいません、僕もちょっと告知を、はい、ちょっと先ですけど、はい、11月15日、うん、つかさんと桜田で、うん、郡山、うん、M&J さん。そうだよね、1週間後に行くの。1週間後に行くの、はい、うん、それから、11月16日本当はいわき予定に入ってたんですけど、ちょっと中止になりまして、うん、そこは空いて、うん、17日が、うん、プカプカさんですね、郡山、うん、じゃないや、須賀川のプカプカさん、ね、が18日が、うん、18日はちょっとプライベートライブみたいな感じになっちゃうんですけど、うん、郡山じゃなくて那須、うん、塩原で、うん、まあ個人宅でちょっとやらせてもらうっていう感じで、まあ行ってみたいっていう方は、あの私か、うん、坂本健ちゃんの方に問い合わせをしていただければ、うんうん、入れると思いますので、はい、はい、あ、プライベートライブなんだ。そうなんですね、ちょっとまあ、うん、本当はお店でやる予定だったんだけど、ちょっと変更になって個人宅でやらせていただくってことになってます。なんかいろいろ台風とかの影響でね。そうですね、だから大変なんでしょうね。だからそうそう、この時期に結構、うん、ね、伺うのも大変だとは思うんですけどもですね。そうだから、そう、10日に、あ、この間あのプカプカの金ちゃんに電話して、うん、よろしくお願いしますとか言ったら、10日は来ないのとかって言われちゃって、いや、10日は、え、10日、カナヲさんやるんだけど、ずっとじゃあ1週間いる、いやいやいや、1週間はいられないでしょうみたいな。まあ、あっちもね、10日はね、今度ね、オープニングアクトもね、りょうたくんたちのバンドです。そうそう、あのね、ストロベリージャムバンド、うん、ストロベリージャムバンド、ジャムバンド、あと金田くん、金田くんとかね、僕ほら、はいはい、歌歌ってくれてるじゃない。あのかっこいいアレンジのね。だから、道とか結構ね、あの10日は、あの要するにバッキングしてくれる人たちもね、あの、うん、須賀川の人たちがちょっといろいろね、うん、地元の、あの、深バンドでね、一緒に楽しくやりたいと思います。ね、1週間後にはすぐね、またアビームがあるんですか。あ、17、17日、マイターアビーム、あ、17日か、はい、あのマイターアビーム、これはたけしと僕と松下と趣味であります、はい、そんな感じですかね。11月はね、うん、12月はまたまたね、おいおいと、あの、おいおいありますけどもね、そうか、私たちが行った1週間後には司作が行きますってこと。行くんなんですね。あの、宣伝しときますよ。よろしくお願いします。来週は来ますからって。、ね、そうだよね。そう、うん、なんかじゃあ歌いましょうよ。歌ってください。バラードが続いたね。いやいやいや、全然考えてないね。なんかありましたっけ、リクエストは。これずいぶん前に、なんかあなたからの贈り物って、うん、あ、来てた、なんか、あ、なんかあったね、あなたからの贈り物やりますかね。しばらくあなたからの贈り物か、なんかやってなかったかな、うん。じゃあ今日はあのママが来てるんでね、うん、ママにプレゼント、あなたからの贈り物をプレゼントしますか、あなたへの。あなたからの贈り物を。二人
座を磨いて金尾よしろ割れんばかりの割れた、あなたからの贈り物をご紹介しましたけどもですね、久しぶりでしたねこの歌ね。まあそうですかね、いやこれね結構きついのよ俺自分で作っておきながら歌詞が一番張るところ、あのそれは経験というあなたからの宝物ってあるんだけど、うんが一番高いのよ。うんがね。それはこれさ、それはミスですねって。しゃーしー。いやこれうんってね、あの今の若い方たちってうに聞こえちゃうのね。いやうって言ってる人いるよね。本人はうんってうんうんってあるじゃん。うん、その経験。経験、うに聞こえちゃうんだね。鼻に抜けばいいね。だからね、うんって口閉じなんてはいけないんだけど、それが一番ラじゃん。ラ。ラね、結構きついよね。ラが一番高いから。ラとか言わないで、もうちょっとええとか言ってくれない。まあ、ええね。しゃーし。ラとか言って。ラでしょ、まあ、ラだね。ラララララ、ね。ラはね、ラでうんがきついよね。うん、だから、うん、それだから春から鼻に抜けられないのね、意外と高いとね、うん、これがね、うん、結構自分で作っときながら、うん、あの全然出ると思ってたわけ。この曲って、うん、
カポつけて弾いてんでしたっけ。いや弾いてない。あ、デーでやってんの。じゃあ下げらんねんもんな。高いね。え、いやいや、下げる下げないって下げちゃダメなんだね。下げたらダメだ、ほら負けたよ、自分負けたような気になるんだよ。そこら辺がよく違うよね。そうそう、ボーカリストはね、下げたがんないっていうかね、下げたいけどね、どんどん下げたいけど。でもね、低音も出なくなっちゃうね、しばらく立てないと。低音の方が出づらい。でもね、歌ってね、不思議で高音域が出ると低音も響きが出るのよ。あのね、声って要するにあのそこでこう膨らむんだよね。高音域、上下膨らむ感じ。そう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 。発声練習はだから割と若い世代の人って、あのいわゆるビジュアル系が流行った頃って、うん、高い方ばっかりにいっちゃうじゃん。もうすごかったよね。キンキン声で鶏が締め殺されてる声でさ、さみんなそっちにいっちゃうの。いや、喉を締めちゃうからね。うん、そうね、でもね、喉を締めちゃうからね。そうそうそう、そういう子がいたもの。結構そのほらボーカルの人の歌真似をして、うん、高い方ばっかりに行って、で女性もビジュアル系のバンドが好きだったら男の声を女性が歌うのよ。で大体ビジュアル好きな女性っていうのは高い声が出ないんだよね。あ、そうなんだ。うん、だから男性ボーカルのその真似をするわけじゃん。うん、だから高い声はねすごい恐怖なんだよね。うん、だから本来持ってる声を磨けばいいんだけど、うん、あのそのバンドの例えばラルカンシュエルとか、うん、そういうまあいろんな元気でやりたいんだよね。そう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 、わかるわかる。でもそれはねわかるよね、うん、ロック系の曲って、うん、あのリフモンじゃないですか。うんうん、あのギターでこうリフが決まってて、ね、もうそれより下げてとか弾けないとかって合う、ね、どうしてもこのキーじゃないとコピーしないとダメなんでしょ。違う曲になっちゃうみたいなイメージがね。そうそうそう、だから女の子が男のね、元気をやると低いのよ、どうしても。で、その、だから本来持ってるその、ボーカル、僕も、まあ、その、ボーカルの講師みたいなことやってた時ね、思ったんだけども、その、本来の声を磨いてあげるのよね。その、女としての声を。そうすると、またそこで、こう、開けるんだよね。うん、そうするとこれアレンジ全部やり直してさ、バンドのなんていうの、うん、編成もなんていうの違うから ビジュアル系の歌を歌う必要ないじゃん。そうなんだけど全然でも本人好きなんだろう。その時点でね、でカラオケボックス、あカラオケは自分のキーで、でもそれはビジュアル系のロックを歌った方が僕はいいと思うんだよね。そうだからコード付け直せば別にできるんだけどね。そういうことはだから自分ではできないでしょうね、きっとね。うん、そこまでは、ね、そこまでやらないのかもしれないけど、ね、やんないね。でもそこに楽しみを見つけ出したらまた開けるんだけどね。そうだから俺らのカラオケの域ってそこだよね。だから止まっちゃってる。あカラオケ今ほら半音ずつ調整できるから、うんうん、カラオケではどうにでも なるんだけどね。うん、カラオケ行かないもんだって俺、まあね、もう65点だったからそれ65歳じゃなくてしゃしー俺も失礼なこと言って、いやいやちょうどだったと思って。いやいやだから年齢だったら自分の歌で65点出たらもうねこれ行きたくなくなるよ、ね、そうですね。あれなんだろう、いつから点数とか出るんだろうね。うん、まあでもそれ楽しみでやってらっしゃる、まあ、ゲーム感覚であれをね、やるのも面白いよ、面白い。気持ち悪いハモリが入ってる場合があるよね。あの人工的な。そう、人工的な。まあ、もう自分の歌入って、あ、鈴木清美さんの歌の中で入ってるよね。入ってます。皆さん歌ってくださいね。今度ライブで歌いますか。鈴木清美さんの何て曲？終わりのない旅っていうのと。どんな歌？ちょこっと歌ってみ？いや。ええ。何？あんたが。女で私が男ならその肩を抱きしめてあげたい。こんな感じです。ああそう
難しい歌だね結構。そうですね、バラード。難しいね、バラードですね。バラードだけど難しいけど、清美さんが歌うとまたこれがもうパワフルで かっこいいんですよ歌いきって、うんね、今度やるときはちょっとアコースティックにアレンジしてうん、うん、あそう、まあ、今みたいな軽い感じでやります、ね、そうそう、うん、もう鈴木清美さんはもう本当あの通りパワフルだから、うん、もうバンドでね、まあ、そうそう、僕一回ねテレビ番組で一緒になったことあるのよ。お、鈴木、その時あなたコーラスやってたんじゃないの、ひょっとして。いやいや、私はまだ入ってないと思います。ライブ G かなんか出たのよ、角田博さんの番組に。うーん、昔その時ね、鈴木清美さんとか、あの、要するにあのラッツ&スタッフ、うん、いたような気がしたけどね。多分まだね、その頃は知り合ってないと思います、私は。うーん、あ、そう、うん、まあ、あのすごい懐かしいですけどもですね、遠い昔の話になってしまいました忘れないうちに。いやでもさ、うん、もうあっという間に時が経ってね、もうまだ自分で30ぐらいだと思ってんのよ、感覚的に。ああ、でもそんなもんですよね。僕ももう先月56になってしまいましたんで、ね、同じ10月なんです。あ、そう、10月結構いるね、周り。もうほら60近いじゃないですか、あと、うん、あと4年で60って考えるとね。そう、60近いとか言わないでね、欲しいですね。失礼しました。いや俺さ、あの間違えたと思ったら介護保険のなんかあれ送ってきたのよ。何それ、あれってどうなってんだっけ俺さ、これなんか俺間違いじゃないのって俺に送ってきたのよ。それ払うやつじゃなくて。いや、払うやつ、払うやつだよ、うん、僕も払ってますよそれ。あれ介護保険だよ。介護保険、え、あれは健康保険じゃない、国民健康保険じゃなくて介護保険ついてるの。確か一緒に払うんじゃなかったっけ、うん、いやいや、まだ年齢が来るとじゃないの、あれは。そうだよね、後期まだまだ早いんじゃないの。なんだっけ、そう、65になったら来るらしいのよ、ね、キキさんがうなずいてます。健康保険となんだっけ、もう一個ついてるのあれ。え、年金じゃないのそれ。違う違う違う、なんだったっけな。いや、のついてる。俺さ、なんかちょっとめまいを覚えたもん違う人の、ね、なんで間違ってんじゃないかこれとか思っちゃってさ、そしたらちゃんと俺の名前書いてある。大丈夫、まこさんちも届いてる。それ払うやつでしょそうだよ、1000円、1000円だか何円だか知らないけど、うん、なんかね、区によっていろいろ違うんじゃないですか、うん、そのお手紙。オレオレ詐欺に注意しましょうとかさとか来たんだって、世田谷の方は詐欺だと思ったそう、いや冗談じゃないよ、誰に言うんだって言ってんだよ、漏れだよっつって思ったら、そうそう、本当に俺だったよねそういうお仲間に情けないよね。まあでもそういう年頃になりましたらね、四捨五入の人は70だもんなって。ですよね。でもね、不思議なことですよね、矛盾してるよね。そんなに払わせてもさ、うん、年金は70ね過ぎまでもらえなかったりとかさ、うん、働けって言ってる割にはさ、まあ、今の人は65からもらえるでしょ、うんうん、今ね、で変わってくるじゃない、どんどん。私たちは受給する頃は、うん、ね、どうなってるか分かりませんけど、まあその話は年金の話で話されたらおかしいよ ね、 ごめん、俺が悪かったんだねちょっと若々しく行こうぜ、若々しく行こうぜ。フリエルに進め行きますか。え、行くの、うん、じゃあゆったり行きましょうか。ゆったり、ワン、ツー、スリー、フォー。叩かれた分だけ強くなれるのさ。
はい、ということで金尾芳郎不良中年のすすめをお届けしました、はい、今日もあっという間のね1時間でしたけども、はい、いかがでしたでしょうか、はい、楽しい、放送となりました。はい、ありがとうございました、今日もファックスいろいろありがとうございました。ありがとうございました、お相手ははい、桜田たけしと、はい、松下としみ、はい、金尾芳郎でございました、はい、来週のゲストはですねリエリー金平さんです、ブルースピアノ、ボーカルですね、はい、お楽しみいただきたいと思います、また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 あたりを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ。後ろ姿優しいあの人は今はない。